大神寺、大神寺は中国における景況、中国に伝来したネストリウス派キリスト教の寺院、教会の一般名称である。唐の時代、長安に存在した大神寺が有名。中国への景況の伝来は、東大上岸九年、六百三十五年、ネストリウス派宣教団が長安に到着したことから始まる。この時、大層の命により、最小の暴言令が、 宣教団の団長アラペン、アラホン、アロペン。英語では、アラペンと表記を迎えた、東海洋。アラペンは、アッシリア東方教会の使いとして訪れたと言われる、大臣経教旅行中国費。字の最小が出向いていることを考えると、少なくとも朝廷に対する、何らかの働きかけを行った者が、すでに長安で活動していた可能性が高い。三年後の上岸十二年。 638年に、景況は党により公認され、党長は資金を援助し、長安に寺院が建立された。この段階では、ペルシャ寺、あるいは、ペルシャ教授、ペルシャは、ペルシアのことと呼ばれており、大臣寺の名称は使われていなかった。高層の時代、649年から684年になると、アラペンは、沈国大保守に封ぜられ、各地に、刑事、 教会を建てるよう、招直が下された。ネストリウス・ハキリスト教は、東欧朝に広まることになった。698年に、武則天が仏教を重んじると、仏教勢力から攻撃を受け、一時衰退する。幻想の時代、712年から756年には、ネイオーリ・ケンラ・ゴ王が参拝し、被護されるようになる。四十二年、天保元年には、 大将軍で関岸の高力士が訪れ、五大皇帝の御神霊を寺に安置させ、また木の百匹を賜って祭るように指令される。745年に大神国、東ローマ帝国から、高僧、吉より、ゲワルギスの恩赦が訪れる。同年、教団の名称が、ペルシャ教教、ペルシャ教から、大神経教に変更されたため、朝廷側からの寺院の呼び名が、 ペルシアデラから、大神デラに改称された。これは、キリスト教が、大神国で、すなわち、ローマ帝国で生まれた宗教であることを、東側が認知したからと言われている。なお、大神という記述は、五漢書英元九年、九十七年を書出として、以来、俗史実願長編の1081年の記録にもあり、中国では長らく使用されていた。大ダイソーの時代。 七百六十二年から七百七十九年にも庇護される。特宗の時代の建中二年、七百八十一年、大震経教流行中国碑が建造される。海省五年、八百四十五年、武装は道教を保護する一方で、教団が肥大化していた仏教や、経教、民教、マニ教、県教などの外来宗教に対する弾圧を行う、海省の廃物。 寺院4600箇所余り、正大、乱和他4万箇所余りが廃止され、減属させられた層には26万500人、没収寺田は数千番系、寺の土費を民に編入した数が15万人という、大臣慶京流行中国費も埋められた。この会消の廃物政策が行われた背景としては、808年から849年にかけて、 長期間起こった清掃である、牛理の闘争や、また、当時脱税目的で掃跡を取る者が多く、これらの層を減存させて、税を取ることで、財政改善を狙ったとも言われる。他、周辺の諸国家との関係においても、モンゴル高原の開骨、開骨、ウイグル、チベットのトバンなどの分裂が起こっており、対外勢力の同様も弾圧を後押ししたと考えられている。 海将の廃物の5年前の840年には海、骨で内紛が起き、海骨最小の黒く爆が、キュリュグバガが、カツカツここ、カツカツし、キルギス10万機の力を借りて、海骨に侵攻し、海骨河岸国の第13代河岸と黒くを殺害、海骨は崩壊している。キルギス河岸の阿熱は、その後も、ウイグルの残党討伐を続け、848年には、 ウイグルの残部は壊滅した。武装は翌年の海庄六年、846年に33歳で崩御し弾圧は収束する。しかし海庄の廃物によって中華本土の景況は水滅していったと考えられている。それと共に大神寺は厳しい運命にさらされたと考えられる。しかし中原を取り巻く。 周辺地域ではネストリウス派信仰がケレートやウイグルなどのモンゴル高原や中央アジアの人々の間で存続していた。彼らが王朝の担い手となった元の時代には中国内で再び活性化し、カナンの港湾都市に景況協会が建設された。ただし、現代においてネストリウス派キリスト教は、なり、サトカオン教、モンゴル語でキスト教というアーカエヌよりと呼ばれた。 また、今のところ東大に見られる、漢訳経典は発見されておらず、そのことから漢族への普及は見られなかったと推察されている。その後、元の滅亡やイスラム教、チベット仏教の普及により東アジアにおける、ネストリウス派信仰は衰え、秋夜の六百二十三年、または六百二十五年に至って、大神経教流行中国碑が発見されるまで、経教は、 中国人に完全に忘れ去られることとなった。東大では、京京寺院は、マニ教、マニ京、民教やドロワスター京、県京、ハイカの寺院と総称して、三、エビス寺と呼ばれていた。大神寺の名が公式文書の中で使用されることになるのは745年の改章以降だが、それ以前に電車されたと思われる大神京京線もといたり本教にも、 大神寺の名称が使用されており、あるいはそれ以前から大神寺の名称は非公式に使用されていた可能性もある。また、景況は、ミシア、ミスサヤ旧世主教とも呼ばれ、いよいよ屍か,か、いよいよセカ、いよいよ質カなど表記された。秋夜に再発見された大神景況、流行中国碑は、現在、西安霧林博物館が保管所蔵している。 文は、大正真州大蔵教外教部に収められている。前頭文にも収められているが、異動が多いとされる。ペルシア人、慶、イ、キの線と言われる。また、臨書した、旅ョ岩が聖書したとされる。なお慶イキヨは、西、明寺の藩にや三蔵、北部インド人と、信仰があり、速度5番、大常理主六原見太行を共同で寛役たと言われる。 空海が渡党した際、西明寺に住し、半野三蔵は空海の死の一人である。秘文において、ヤファウェは、アラカ、アラハー、シリア語の音社と表記されている。また、漢字の外に当時、伝道に用いられた、エストランゲロ、エストレインジェロ体のシリア文字が刻されてある。景況僧侶約七十人の名を記している。八世紀の後半に、 中央アジアの王赤城、バルク・ボルッシュ出身のイココ、イザドブジド・イザドビューシドは、党に登用されて、公録内部、作方、節度福祉、資源中間となっていたが、このイココが出資したと言われる。古皮湿度の状況は、セメド、セメド宣教師のシナツー氏に記されている。このセメドは、官名をロ、ロトクテルと言い,い、1628年に、西安に、 研究のため訪れた。民末の姫学は陽名を、ディアス、イムニュルディアスと言い,い、出土当時、石膏省公衆府にいた、宣教師で、統計教秘書聖戦を表した。その序文で1623年と記している。発掘後は、根性寺に移されたが、放置されたままであった。ヘラーの、西安府のネストル教碑、ダスネストリアニシャデンクマルインシンガン。 fu, や、コルジエ、コーディアの、シナ書士、ビブリオシーカシニカ、真の世を栄え、金心差し、慶教非分岐地構成、ワイリ、ワイリーの、西安府のネストル教費などがあり、他上海在住のカトリック教会、イエズス会の宣教師のアブレ、アブレイが翻訳をした。後クワハラ実像と、佐柄木おしろうによって研究された。 桑原実造博士は明治43年4月の、例文に、西安府の大震慶共流行忠告費を発表。大正12年6月には、大震慶共流行忠告費につきてと題する、講演を行う。これは後、東洋市、全園、1938年刊行に、大震慶共流行忠告費についてとして収められた。佐恵義郎博士は1908年、 明治41年1月、地理歴史100号、主催、北定基地に、渦政、渦さ、を論さおずを発表。古代日本の氏族であるはたは、慶況とのユダヤ人であるとの説を唱えた、日道ソロンを参照。以降、佐伯木は1911年、慶況被文研究を観光。1931年には、東方文化学院東京研究所、 戦後東京大学東洋文化研究所に九州の研究員となり、40年同年、北京でシリア語詩編の秘跡を発見。1935年、慶況の研究を完工した。1941年1月には東京帝国大学で慶況研究により文学博士号を授与され、1943年には中国キリスト教師研究の集大成品。 キリスト教の研究前後館を観光した。京都大学と高野山奥院に景況費の模造費がある。高野さんの模造費は1911、明治44年、アイルランドの仏教研究者ゴルドン、ゴールドン夫人の出資によって建設された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。